めるね。すいません、ちょっと面食いで申し訳ないところもあるんですけど、イケメンじゃないですか、みんな。めっちゃ単純で面白すぎる。食べることじゃなくて、私の炊いたお米で握ってんだ、みたいな。握ってるんだ。食べたいよりも、やっぱ握って、握ってほしい。ジャーンみたいな音が鳴った時に、まだシュレッとすら見えてないのに、バーン、うわー大号泣。ちょっと雰囲気変わったんじゃないですか？なんかそうですか、はい、あ、もう最近大人っぽくなったねって言われるんですけどまあ、いいんですよ、私のことは。今日はね、はい、内藤ルンパンさんのお話をちょっとたくさんお伺いしたいなと思いますので、はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。前回出演していただいた時に、うん、サウナ愛を語っていましたが、はい、そうです。どうですか、最近サウナ行けてらっしゃいますか？最近も行ってます。あ、本当ですか？でもなんか最近ね、寒くなってきたりとかしたんで、はい、やっぱ夏と入り方が違うとか、やっぱこだわりとかあったりするんですかね？確かに。あの、でもついこの間行った時も、うん、はい、家族と行ったんですけど、ちょっと、あ、今の時期が一番いいかもって言って入ってました。なんか寒すぎると長い間外で寝っ転がってられなくて、やっぱ水風呂に入った直後だから、なんかもう凍っちゃうんじゃないかみたいなつま先がと思うけど、今は程よく寒く、なんか暖かすぎると逆にちょっと整えきれないところがあるんですけど、だから今が一番ちょうどいいんじゃないかなって思ってます。サウナーとしては今の時期が一番、はい、適してるとちょうどいいと思います。そうなんですね。そう、自分のサウナ入ったことないので あまりないんですか？そうなんですよ。ちゃんとサウナ入ったことないんで、ちょっと入りに行きましょうよ。いいんですか？よかったんですけど。いや、いいんですか？いいんですけど、大丈夫ですか？ちょっとやばい。あんま沸騰しないように気をつけて、耐熱性かな。あ、そう、多分大丈夫だと思うんですけど、はい、その時はよかったよかった。ちゃんとサウナに適した夜間くんでぜひ来てください。一緒に行ってください同じくね、以前夜間帯で出演した際に音楽好きっていうお話をしてくださいましたけど、最近聴いてらっしゃる音楽とかあったりしますか？最近は、あの、少し前にテイラー・スウィフトの映画が日本で公開されて、ツアーの映画が公開されたんで、それを見に行ってからはまたずっとテイラー聴いたりとかしてます。やっぱ特に何の曲が好きみたいなのあったりしますか？結構、あの、瀬戸りっていうか、瀬戸り順でプレイリストで公開されてるから、それをひたすらぐるぐる回ってみたいな。エンドレスで回っております。本当にどれも好きです。え、ちなみに、そう、夜間くんに合いそうな曲とかあったりしますか？夜間くんが好きそうな曲ですか？おすすめだ。何が好きだろう。それか、これ聴いてみてほしいみたいな。逆に夜間くんの新しい扉をちょっと開いてほしい。新しい。夜間くん逆に何聴くんですか、普段？ちょっとそこが分かったらいいと思って。クラシック。クラシックですか？チャイコフスキーさんとか、ベートーベンさんとか。でも、さん付けてるから結構尊敬されてるって。そうですね、やっぱ。感じですかね。心地いい眠りに入れるので。あ、なるほど。だと結構、それだとおすすめなのは、やっぱりなんかジブリとかの OST みたいなやつとか。どうですか？そういうのがあるんですか？あの、作品ごとに入ってるんで、ぜひ BGM だけど、ほぼほぼ歌詞ほぼほぼないけど、ぜひちょっと癒されてみてください。それ聞いて。ジブリよく聞かれるんですか？あ、聞きますね。あ、そうなんですか？聞きます。ちょっとジブリの OST をはい、聞いてみてください。聞いてみたいと思います。ありがとうございます。